あ、ありますね。まあ、2カ所目の群生しているポイントです。それにしてもまあ大した量じゃないですよね。これとか、あ、でもこの裏の方にいい感じのありますね、これね。はい。あ、まあまあの量ですね、これね。はい、正面の木にですね、えのきたけがいっぱい生えてますよ。しかもこの下じゃなくてですね、上なんです。上の方に向かって、これが今日の一番の見せ場かもしれないですね、これ。はい、これですよ、これ。はい、今日は11月9日です。今日はですね、札幌市内近郊の森、先週来たところと同じ森に来ています。札幌地方はだいぶ寒くなってきたんですが、今日はですね、平年より暖かくて、最高気温、予想最高気温がですね、14度と、まあ暖かいです。それから天気もこのように素晴らしいです。まあ木々はもうすべて落葉してますけども。はい、それではですね、今日もこうブラブラ歩いて、美味しい野食材を探していきたいと思います。はい、ここにやっとですね、えのきたけありましたよ。いや、ちょっと木が邪魔して入りにくいところにあるんですけども、まあ大した量じゃないんですが、やっぱりもう先週に比べてですね、発生量が少なくなっているので、まあこの程度ぐらいしか取るには大しない。まあ一本ずつ生えてるようなところあるんですけども、まあやっと少し固まって生えたので写してるわけです。はい。まあ、えのきですね。綺麗です。ちょっともう古くなりかけてますが、まだ十分いきますよ。で、この絵が黒くてですね、ひだが白いと。で、傘の表面はぬめってるわけです。はい。まだこの辺あるので、少し取っていきたいと思います。まあ、いいですね。ちょっともう古くて、あと2、3日したらもう腐って、とても食べられなくなってると思います。まあ、あと向こうの方も取っていきたいと思います。あ、ありますね。まあ、2カ所目の群生しているポイントです。それにしても、まあ、大した量じゃないですよね。これとか。あ、でもこの裏の方にいい感じのありますね、これね。はい。あ、まあまあの量ですね、これね。はい。しかもいいですよ、腐ってなくて。で、ある程度大きくてですね、はい、例えばこれ取ってみますか。これ絶対裏白いですよ。まだ若いですもん。若くて大きいからいいですよね。はい。あとこの辺なんて素晴らしいですね。株になってますここね。あ、落ちた。もったない。あ、落ちた。拾いますよ、あれ。はい。こんな感じですね。はい。じゃあ、ここ少し取っていきたいと思います。はい。この倒木に、えのきたけ生えてますね。まあ、大した量じゃないんですけども、今日は見せ場が少ないので、まあ、この程度でも、撮影してます。で、まあ、あともう一つはですね、非常に大きいと。大きくて若くていいですね、白くて。こういうのがあったので、まあここはいいとこですね。4本だけしかないですけども、はい。あとこれですか。はい。まあ割かしいいえのきたけでした。はい。はい、あとですね、キョロキョロするもんですよね。ちょっとキョロキョロっとしたらですね、こっちの方にもありましたよ。大したもんじゃないですけども。はい、ここですね。はい。これ関係ないですけどね。はい、ちょっとした群生ですね。あ、取りにくいですね、だからね。よし。はい。
ちょっと小さいですけども。はい。でも上物ですね。はい。こちらも撮っていきたいと思います。あ、この辺にですね、セリ出てますね。セリ。ほら、これですよ。これ。これセリですよね。この辺も。ただですね、晩秋のセリはですね、私も以前取って食べたことあるんですけども、苦いんですよ。春のセリに比べて。だからいかにも美味しそうなんですけども、取っていかないことにします。はい、正面の木にですね、えのきたけがいっぱい生えてますよ。しかもこの下じゃなくてですね、上なんです、上。上の方に向かって。これが今日の一番の見せ場かもしれないですね、これ。はい。これですよ。これ。上のまで。いやー、とても手が届かないですね。これもう立ち枯れなので、倒れてくれたらこれ全部取れるんですけども。この横の木に登って、この木も、この辺なんて足かければ登れないこともないかもしれないですね。でも登ってたらボキボキって折れて倒れたら転がり落ちるかもしれないですね。まあなんとか少しでも取っていきたいと思います。はい、下の方のですね、2株ぐらい取っただけで諦めました。上の方はもう残しておきます。まあ胞子を飛ばしてもらえばこの辺増えますので。で、しかもですね、この木登ったらやっぱり危ないですよね。この根元の方なんて、これですから。これですから、私が登ったら、それで、バキッと折れる可能性ありますよね。で、まあ、そんな危ないことしなくてもですね、ちょっと周りをキョロキョロ見渡したらですね、こっちの方にありましたよ。もうすでに一部取っちゃったんですけども、まあ、それでも残ってるやつが、これですよ。はい。この葉に隠れてますけども。はい。これですね。あ。この葉が、ぴったり散っちゃってます。まあ、無理して取るとあれなので、これは家で水につけて剥がしたいと思いますけども。あとまあ、こっちの方もですね。これはまだ腐ってない。いいと思います。裏が白くて、いいキノコだと思います。はい。ゴールの目印のですね、赤い水門見えてきました。今日はですね、先週迷ったので、注意深く歩いて、なんとか迷わずに、ゴールにたどり着くことができました。まあ、こちらが農道ですよね。この農道の上に上がりたいと思います。はい、水門のところにたどり着きました。それでですね、まあ今日の収穫なんですけども、これですよ。たったこれ、一杯でした。先週のですね、半分ですね。先週2杯ですからね。やっぱりもう、気温は高いんですけども、もう出なくなってますね。これはですね、私来週もう来れるんじゃないかと思ってましたが、まあこれも無理ですね。これで、キノコは打ち止めということにしたいと思います。あとですね、まあこの辺一帯、アキアカネが、飛び回ってるはずなんですけども、全然飛んでないですよね。さすがに彼らももう全部死に絶えてしまったのかもしれないですね。いや、これはもう、やはりもう、これで終わりとせざるを得ないと思います。今シーズンのキノコ狩りや、まあその他の陸生の野食材の採取は、これで終わりにしたいと思います。はい、そこに道路が見えてきましたので、これで帰りたいと思います。とともに今季のキノコ及び山菜、その他小動物、野食材の採取は、まあこれで終わりと。いや、あくまでも陸ですよ。陸が終わりということです。はい、それでは家に帰ります。
はい、晩酌の時間になりました。今日もですね、ビールで行ってみたいと思います。はい、いただきます。はい、それではですね、まずは鍋からいってみましょうか。今日の鍋はですね、高橋商店、これですね、高橋商店、これは、愛媛県松山市ですね。それの安丸だしという、まあ、有名なだしなんですけども、そこからご提供いただきまして、これで作ってます。いつも、固形のですね、鶏ガラだしで、鍋作ってるんですけども、今日は、こちらですね。これはですね、鶏じゃないんですよ。カツオ、サバ、イワシ、昆布、シイタケ。ということで、まあ、魚介類のだしで、取ってあります。それではですね、それで、この中はですね、こういった、パックになってるんですね。で、500でちょうどこの一つでいいんだそうです。ということで、いつもだいたい鍋 500cc 作るので、ちょうどいい感じで、作ってます。じゃあちょっと飲んでみましょうか。まず、汁からですよね。はい。いつもの鶏からだしと全然違ってですね、魚介の味がして、非常に美味しいです。ただですね、ちょっと塩味が足らない。なぜかというと、これは、だしで味噌汁用のだしなんですね。だから、この後味噌を溶いてるわけですよ。味噌汁の時の。だから、少し塩味も入ってるらしいんですけども、抑え気味になってると。だから、それだけでいつものようにですね、鍋を作ると、まあ、ちょっと塩味が足らない。まあ、これは十分予想されたことなんですけども。で、まあ、寄せ鍋みたいにですね。まあ、今こうやって、丼の中に入れてきちゃってますけども、いつもみたいにね。そうじゃなくて、鍋を囲んで、みんなでですね、そこからこう、ちっちゃな器に取って、それで、まあ、ポン酢かなんかかけて食べる、いわゆる寄せ鍋風ですね。寄せ鍋風にしないと、ちょっと塩味が足らないと思うんです。そこでですね、まあ、ちゃんと用意してありまして、ここに、味ポンが用意されてますので、これ相当な量なので、まあ、結構入れなきゃいけないと思うんですけど、これを、まあ、タラタラタラっとですね、入れて、このくらいですかね。このくらい入れて、それでもう一回飲んでみたいと思います。はい。いや、これは非常に美味しいです。そう、プロの料理人だったらですね、塩味なくても、だしの味だけで、わかるのかもしれませんけども、我々素人はですね、やっぱり塩味がないと、塩味があってこそ、だしも分かってくると。塩味がないと、だしだけだとですね、いくらいいだしが出てても、だしの味が分からない。まあ、素人も下なので、そういうことなんですけども、味ぽんを入れたらですね、断然、美味しくなりました。で、魚介系のだしなので、いつもと違ってですね、非常に美味しいです。それじゃあですね、まあ野食材はもう今日はえのきしか取れてないので、ここに大きいえのき入りましたので、まあ、かなり大きいえのきですね、えのき食べてみたいと思います。はい、美味しいですね。すごい美味しいです。あ、で、言い忘れましたが、で、具材はいつも通りですね、大根、人参、長ネギ、鶏肉だけという非常にシンプルで、今までと同じで比べてますので、
特別にこの出汁だからいい具を入れたっていうわけじゃなくて、自分でシンプルにやってます。で、これご提供いただいたので、もし興味がある方はですね、概要欄のところに、URL 貼り付けときますので、申し込み用のですね、注文用のですね、で、ブラヤシクを見て注文するとですね、割引になるんだそうです。興味がある方はぜひ、買ってみてください。はい、これをですね、和風万能だしという、一番ベースのシンプルなやつみたいなんですけども、その他にですね、極上海鮮だし、それから贅沢ローストだしなどもありますので、お好きなのを選んで、興味のある方はぜひ注文していただけたらと思います。はい、それではですね、鍋は後でゆっくり食べますので、次ですね、これは鮭とですね、えのき茸を、ホイル焼きにしたわけです。バター醤油ホイル焼きですね。はい、こんな感じですね。じゃあこれちょっと食べてみたいと思います。これも大きいところの方が、大きいえのきの方が美味しいので、はい、この大きいの食べてみたいと思います。これはうまい。食べる前からうまいの分かってるんですけども、あと鮭ですね、鮭を食べてみたいと思うんですけど、この鮭のこの味がですね、バターと醤油とがこうえのきに染み込んでて、えのきが美味しくなってます。で、一方ですね、この鮭自身も今度はですね、えのきのエキスが入ってるので、この汁が美味しいんですけども、えのきも美味しくなってる、鮭も美味しくなってるはずなんです。じゃあ鮭いってみたいと思います。はい、鮭のですね、バター醤油が染み込んで、かつこのえのきの出汁が染み込んでるので、鮭も美味しくなる、えのきも美味しくなる、ウィンウィンの関係で、非常に美味しいです。はい、ということでですね、今日の食材一通り食べられました。あとでゆっくり晩酌続けますけども、で、フィールドでも言いましたけども、もうえのきがですね、今日本当にざるいっぱい程度しか取れなかったので、来週いけるかなと思ったんですけども、もうちょっと無理そうなので、今週末雪も降りますし、札幌地方ですね、雪降っても来週いけるかなと思ったんですけど、無理そうなので、非常に残念ですけども、これで、陸は終わりと、山菜、それからキノコ、それから陸の昆虫とか小動物、これら一切、これで今日で終わりということになります。じゃあこれで次何やるのかっていうとですね、まだ夜食やりますよ。で、来週はですね、来週からは今度は川へ行きます。川へ行って、ガサガサします。もう雪の中のガサガサになると思うんですけども、川が凍るまでガサガサ頑張りたいと思いますので、キノコに興味のある方は、ガサガサなんてつまらないと思うかもしれませんが、ちょっとぜひキノコとかですね、山菜以外の野食もですね、見ていただけたらと思います。はい、それではですね、次回はガサガサでお会いしたいと思います。今日はあと残りをですね、晩酌続けたいと思います。はい、今日はどうもご視聴ありがとうございました。